バロラントのバの字も知らない人たちにバロラントを紹介していくための動画でございます。初心者は、えぇ、ー、お付き合いください。約20分くらい。いや、3時間語ろう。えぇ、ー、バロラントとは、バロラントなんです。このゲームは無料でできるバロラントというゲームです。1チーム5人の5対5のタクティカルシューターゲームになります。いわゆる一印象ゲームってやつですな。 あたかもうリアルで戦ってるんじゃないかって思えるような視点で戦うシューティングゲームになりますやったことありますか一印象ゲームちなみに一印象ゲームは、まあ、自分の腕が本当にリアルでも多分自分の腕とか、えー、見て生活してると思うんですけど、まあ、これが一印象ゲームの FPS ってやつですなファーストパーソンシューターっていう、まあ、これで銃撃って戦うと いうゲームになりますちなみに TPS っていうサードパーソンシューターっていう三人称ゲームってのもあるんですけど、まあ、ちなみにそれはまあバイオハザードみたいな自分のキャラクターが見えてて後ろから俯瞰視点で見てるみたいなのがサードパーソンシューターって言いますでバロナントの場合は一人称ゲームオンリーですバロナントにはまあこういったキャラクターえバロナントでエージェント言って読みますから皆さんこれ覚えておいてください これ彼女に聞かれた時にエージェントってこないと、ちょっとバルナント分かってないんで、えー、バルナントの場合はエージェントって言います。まあ、それぞれ皆さん選んでいくんですけど、エージェントの被りはできません。だからこ今、キルジョイって女の子を表示されてますけど、キルジョイ1人選んだら、まあ他の4人はキルジョイ選べないと。それぞれ、エージェントに対して、まあスキルですね、アビリティ、まあ特殊能力みたいなやつがあって、まあ攻撃タイプとか、支援タイプとか、まあいろいろあるんですよ。作敵タイプとか。 まあそれぞれキャラによってアビリティの特性とかウルトンの特性が違うと。でバロラントの醍醐味はこのエージェントそれぞれの、えー、タイプとアビリティを組み合わせて、えー、戦っていくということになります。5対5のねこういうゲームはねあのーまあ、昔結構やってた人、まあ、30代、まあ、今のね実況解説の人たちもね結構30代多いんですけど そういうおじさん、ホイホイゲームなんですよ。それにプラスアビリティが追加されたっていう感じなんですよね。はい、昔はこういう合体後のゲームがめちゃくちゃ多くて、あのー、今はこういうアビリティでこう戦っていくってのがこう。組み合わせて戦っていくってのがこう知るなんですけど、昔はそういうのなくて、単純にもう撃ち合いで攻めていくみたいな。 のが結構こう FPS ゲームでは主流だったんですけどまあ最近のゲームはちょっと難しくなっててまあこういうねアビリティを組み合わせないとダメみたいなえアセントというマップにやってきましたこれは結構プロの中でもピックされるピックされやすいマップになりますがこれが全体マップですね見ていくと A サイト そしてて B サイトってありますディフェンス側リスポーンとアタック側リスポーンってありますが勝利条件がねちょっとまあ複雑なんですけどシューティングゲームなんで打ち合うんですけど相手を倒す以外にも勝利条件が実はあってそのアタック側ってのは要は攻め側なんですよね攻めでディフェンス側は守りで何を攻めて何を守るかっていうとこの A サイトと B サイトに爆弾を設置しなければいけない ってていう義義務務でですすねを課せられてるんですアタッカーチームは実は <laughs> あのスパイクっていうんですけど、えー、これ爆弾って言わない方がいいですスパイクっていうんですこれちょっと今俺ディフェンス側なんであれなんですけど、えー、このスパイクをね持ってって B サイト内にスパイクを設置して爆破させれば勝ちっていうルールなんですねアタッカー側はもしくは相手を射撃して 全滅させれば勝ち。っていう2パターンなんですよ。なので、どういうことかっていうと、プロの場合は、まあ、この B サイト、A サイトに入るために、設置しに行くために、アビリティを使って、さっき話した、こういったアビリティを使って、入っていくという話ですよ。で、 守り側は設置されないために有利ポジションで待っとくわけですよ。まあここだったらまあ、この入り口から絶対入ってくるからまあ、こういうね隠れた場所で待っとくわけですよ。でも攻め側だったらこう見るとこいっぱいあるじゃんこういうとことかこういうとことかなんかこっちの角とかさこういうとこをいちいち見てるとあのまあこういったとこに隠れてる時にさ こういちいち確認してる時にやっぱ殺されちゃうじゃんだから円滑に入るためにこういうとこに木耐えたりとかしてこう斜線切ってバーンって入っていくみたいなこれを味方のアビリティと一緒に合わせてなるべくなんかこうクリアリングの手間が省けるようにスムーズに入っていくという話ですバロラントははい P に入ったら設置すると でディフェンス側は設置されたらまだ負けじゃないんですよ設置した後にまだ爆発するまで時間が結構かかるのでその間に取り返しに行く動きが発生してるます多分見てるとディフェンス側がピッピッピッみたいなのになってるじゃんいつもピピピピボーンってっと爆発するなあれで初めてディあとあアタック側が勝利なんだけどディフェンス側はそこで相手を設置した相手を倒してスパイクね 時間内に解除でできれば今度はディフェンスが勝ちなんですよだからあのスパイクとかにこう敵が残ってるのに相手のアタッカーが残ってるのにこう木とか入れて解除に入ったりとかするんじゃんガチ解除って言うじゃんよくオーダーさんとか騎士対下があれは相手が生き延びてても爆弾を解除してしまえば勝ちなんですよ逆もしかりでアタッカーが設置して全滅させなくてもえー、爆破させれば勝てると いう話ですこれが大まかなゲームルールで,でこれが、えー、13本選手13ラウンドこれが1ラウンドでこれを13回取れば先に取れば勝ちになります12対12になった時にオーバータイムっていうのが発生してそこからあのテニスのジュースみたいな日本選手先に取った方が勝ちっていうボードに切り替わりますこのゲームは マネーシステムというのがあってですね、多分、どのバルラントの配信を見せても、基本みんなこの画面を最初開いて、ピッピッピピみたいな感じでこう買ってると思います。これは何をしてるかというとですね、えー、タブを開くと今99,999ってクレジットになってると思うんですけど、お金がね、あるんですよ。お金が。ねこのお金をね、キルしたりとか、さっきの爆破させたりとか、 ラウンドを勝利したときにクレジットが大量に入ってくるんですよ。金持ちになるんですね。逆に負けたりするとクレジットが全然入ってこないんですよ。このクレジットを使って次の試合、どの武器を使うかっていうのをこう買ってですね、毎回。これを駆使して戦っていくっていうことなんですね。前のラウンドで死ななければ武器を持ち越せるんですよ。はい。 もちろん知らなければ武器を落とすことないんでそこら辺を考慮してみんなこういい武器を買ったりとか逆にお金を貯めるためにえエコって言うんですけどバイラウンドとエコって言うんですけどまあみんなねあの強い武器買う時は一緒に合わせて強い武器でこう攻めていくと逆にお金がない時は無理に買ってもしょうがないんでえ安い武器まあ買わなくてもいいんですけど 安い武器を買ってみんなでこう省エネモードで戦っていくっていう以上こんな感じでございますなのでクレジット情報を見てみんなでこう戦略を練って戦っていくとはい初心者のための講座でした武器の情報に関してはえまあ値段相応で強いってことを覚えとけばいいんじゃないでしょうか <laughs> はい あのこれはリアルと一緒です。値段がいいものは性能がいいと。はい。以上です。というところで、見ていこうか。VCT を。相変わらずなモンスター。<laughs>